テルみたいなのあるんだけど。すごー。え、これが駐車場？でかー。でかいね。あそこさ、展望台行ってみたくない？千葉県ドライブがてらに、東京湾観音にちょっと今初めて寄ってみました。すごいでかい、初めて来た。なんか走ってたら見つけた。つくしみたいなのがいっぱい生えてる。つくし、すごい。ほらこれ、あ、撮影ポイントだって。撮影ポイントとかあるの？下で撮ったら入んなかった。いい感じの撮れましたか。運転ありがとうね。本当だ、いい感じ。すごい天気良くて最高だね。ね、うん。同業観音菓子、なんと読めない。すごっ。7階まであるんですね。ね、歩きますか。7階もうそろそろ着く。うん、着かない。まだあるんですけど。え、これどんぐらい。お、風がすごい入ってくる。あ、9階だったよ。え、上が見えないからさ、後が見えないか。マックス何階あんのこれ。腕展望台。ここにいんの今。まだ上に行く。マジか、全然上あんじゃん、まだ。ね、天気が良ければ富士山も。天気が良ければスカイツリー見えるって。嘘、うん、今日天気いいから見えんじゃない。ねぇ、疲れた。疲れたね。こんな狭いところから上がる。パンツ見えるよ。あ、嘘、もっと短いスカート。でも、ここからもう行けるんですけど、めっちゃ鼻の穴まで来た。今耳来たって。天井階段で。一番上、20階こうなってるんだって。何階？19階かな。来ました。え、すごい、なんか階段ある。え、やばやばいね、これ。景色すごー。景色すごいしさ、すぐ階段あるよ。これ登る？登ろう。すごいすごいすごい、思ったよりすごい。あ、ここで終わり。あ、もう一個上行けるよ。え、マジ。どういうこと、どういうこと。いける？そこ。あ、いけないんだ。あ、いけないや。あ、そういうこと。すごっ。
上から見る森が綺麗。飛び、鷹が飛んでる。風が気持ちいい。あそこがね、駐車場なの、あれが。で、ここの青い屋根のところで受付、1人500円。めっちゃ綺麗。すごい、なんかここ500円でこんなところ、ね、こんな景色見えるんだったらめちゃくちゃいいわ、うん、なんかスカイツリーとか登るより綺麗だわ。だから空気がうますぎる。動画、うん、イエーイ、めっちゃいいところ来たわ。海か。さっきでももっとめちゃめちゃいい景色見ちゃったからね。うわ、あそこに景色があるのに先にこっちの方が気になっちゃう奥さんです。本当だ。お、しかもあれアメリカ軍だ、じゃないでしょ。あ、こっちもすごいじゃん、綺麗だよ、さんちゃん。本当だ、綺麗。富士山見えないじゃん。富士山見えないね。天気はめっちゃいいんだけどね。富士山の見える街づくりって書いてあるから本当だったら見えたの。なるほど。さっき、なんだっけ、東京湾観音登って下降りてきて、結構でも時間使ったよね。うん、あの上まで行ったんだよね、頭の部分まで。あそこまで行きました、あそこまで。耳の上まで行った。で、下に降りるとこんな感じで海が一望できます。磯根に出発します。イエーイ、景色いいね。なんか Google マップで評価が 4.4 ぐらい、 4.4 だか 4.1 だったところがちょっと離れたところにあったんで、そこ今から行きます。イエーイ、いいね、この山道の中も。いいね。グッチーチャンネル。はかりめ丼とはかりめ天重とはかりめ二色丼。あ、これでも天ぷらではないんだね、これね。うん、なんか刺身っぽい。はかりめ丼がやってきました。伝統はあらんね。アリがいる、うん、どこにアリがいる、うん、アリがいる。すごい、テーブルの上にアリがいました。はかりめ丼美味しいです。美味しい。寿司磯根さん、はかりめ丼いただきます。こんな感じで。いただきます。持ち上げないと分かんない。ああ、なるほどね。アナゴだ。アナゴらしいよ、これ。うん。うん、おいしい。うまい、めっちゃうまい。うん、めっちゃうまい。うん、うまい。うん、え、わさびはわさび、これ。はい、はかりめ丼からいきます。はい、もう一度アナゴの肉抜きしてみてくれ。磯根さん、めっちゃうまかったな。アナゴ、あれなんていう食べ物だっけ、磯根の。なんだっけ、アナゴじゃなくて、なんか名前忘れちゃったけど、
それがアナゴって全然分かんなくて、アナゴじゃないと思ってたら、アナゴのことをこの町ではタンちゃん海行かないわこれ、それって呼ぶんだって。ぶっちーチャンネル大貫海岸に来ました。じゃじゃーん。水曜日だから全く人がいないね。いいね、この空いてる感じ。でも人がいない感じいいね。結構狭い。これが狭い、これ歩いてる感じ。うまいね。海ゴキブリいないね。さっきいた場所から3分ぐらいのところで、磯根崎っていうところにねちょっと来てみました。でね、ここがなんか、ここは浜蛭ガオの育成中の場所です。温かく見守ってください。浜蛭ガオが分かんなかったので、多分アサガオの仲間なんじゃないかって思ったら、下がね全部花なの。花なのって気持ち悪いね、なんか喋り方。え、すごいね。え、なんでこんなさ砂浜で咲いてんの。見て、これ見えるかな、ピンク色のがいっぱいあるんだけど。危ない危ない。すごい、なんでこんな咲いてんの。めっちゃ可愛いんだけど、こういうの。これ Google マップで、マップ上でこの辺いいんじゃないっていう感じで探したんでしょ。そう、そういうとね、そういう探し方って結構いい出会いがあるんですよ。観光スポットってやっちゃうと、まあもちろんいいんだろうけど、人が多かったりするしね。だって今なんだっけ、これ磯根崎、磯根崎すごいよ、全く人いないから。はい、ほら見て見て見て、人ゼロ、人ゼロてか一人マジでいないわ、一人も人いない。すげえ、なかなかここいいじゃん、撮影スポットじゃん、あそこ、あの岩のところ。これもう撮影スポットですよ、これ。じゃじゃん、ほらほらほら、すごくない。やばくない、ここ。タカも飛んでます。見てます見てます、タカさん見てます。見てます、こっち見てます。これ多分ね、上から落っこってきたやつだよ、これ。いつ落っこってきたんだろう、これ。やばくない？色がさ、なんか、すごい。ほら、これ絶対上から、あそこから落っこってきたやつだよ、これ。でかっ、怖っ。大丈夫？すごいね。どういうスタンスなの、これ。あ、指が茶色くなった。関東ローム層だ、これ。関東ローム層だ、これ。何それ？ここ撮影スポットですよ。ここでちょっと奥さん撮ろうかなと思います。カメラマンが撮る奥さんがどんだけっていうあんまりハードルを上げない。モデルが今ハードル上げちゃった。ポージングできないから、ちょっとここの岩場で奥さん撮ります。行きます。そのままそのまま、やば、めっちゃいい写真撮った。そう、なんで向こうに乗ってる。いいんじゃない。ありがとう。すごい岩だね、こうやって写真で見ると。あ、大丈夫だ。うわ、磯根崎歩いてたらすごいなんか
さっきの岩場の後歩いたらすごいこんなところ来た。ほら、すごくない？ここ。こんなになってるよ、ほら。すげえ。飛びたか高らかわしにうんこされてさ、これ見て、この白いの、ここと、触んない方がいいよ。ここ。とここ。腕のところにね、まあ、急に上からバラ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 って起こってきて、ちょっとうんこされて今ちょっと沈んでる今。なんでかっていうと洗うところがないから。すぐに洗えればいいんだけどな。しかも手についたしな。やだ、ね。やだ。いやーすごい、一人で歩ってる人いるわ。でもここめっちゃいいよ。これ有名なんかね、地元の人からしたら、地元の人からしたら、はいはい、磯崎ねみたいな。なんかもう飽きたあそこは。いや飽きないでしょ、こんな行くから。うちらがなんか初めて来たから、しかも Google マップで適当に検索してきたところだから。あいつよ、うんこしたやつ、あいつあいつ。うんこしたやつあれだよ。見える？あれあれ。うんこしたやつこれ。飛んでんのほら。あいつのうんこが降ってきたんだよ。ちくしょう。はい、ということで、もう暗くなっちゃったんですけれども、今日はね、あの DJI のアクション3でちょっと Vlog をね、撮ってみました。一応ね、奥さんのひろみが、Google マップでちょっとここドライブしてみようよっていうところで、行ってみた場所というところだったよね。うんうんうん、さあ東京湾観音はマジで行ってよかった。東京湾観音から見る景色がよかった。景色良かった、うん、景色良かった。で、はかりめ丼っていうのがメニューに書いてあって、なんだろう、はかりめ丼って思ったら穴子、うん、穴子だったんだよね。それもちょっとね、あの僕初めて知りました。すごいね、美味しかったし、大貫中央海岸っていうところを行って磯根崎をちょっと行ってきました。多分写真もね、映像も見てもらったと思うんですけど、岩場か、ね、岩場で撮った奥さんの写真どうでした？めっちゃ良かったんじゃないですか。あの写真を、もしくはあの映像がね載ってると思うんですけど、 DJI のねアクション3で、1日ね Vlog を撮ってみました。あのどんな感じだったですかね。まあ、ちょっといろんなカメラ使って Vlog 撮ってみて、まあ、どれがね一番使い勝手が良かったかっていうのとか、あとはあの絵的にも、見やすかったとかっていうのをちょっとね、Vlog やってる人とかは参考にしてもらえばいいかなっていうふうに思います。ちなみに今日は 2.7K か 2.7K の30フレームで、ホリゾンバランシングってやつ、45度ってやつで撮ってました。はい。で今ね、音はね、声は前方に向けてるんで、多分ものすごい声綺麗に入ってると思います。はい、またね違う、カメラで Vlog 撮ってみたら、それもね、載せてみようかと思います。まあ、たまにはこんなような Vlog も、僕のチャンネルで載せていこうかなっていうふうに思います。で今回の動画もしね参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録ですねの方をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。断面みたい、すごいね、レアです。めっちゃうまいっす。めっちゃ美味しいな。うん、うん、美味しい。
うん、うん、ちょっと塩つけすぎちゃった。おいしい。じゃあまたねー。